吉原兼行は、江戸時代後期のハリー。幼少時に失明して、遠道座に入り、松代藩に仕えた後、徳川も三夜の信任を得、江戸幕府奥石に取り立てられた。姓は源氏吉中隆基祖氏を称し、その最高、検証にも尽力した。完成9年4月11日、江戸桜田に、基礎正大夫、吉富の子として生まれた。 7歳の時マシンに罹患して失明したため、東道崎志村兼業に入門し、提発して、英春と合し、金子高等、村井海越、坂有限に真実を学んだ。文化7年、松城藩主、真田幸広を診療するようになり、文化10年7月、藩主に従い品の国松大城下に赴任、文化11年寄付し、真田美雪線に、おまみ、主文として淵を賜った。 文化十二年四月火事に累勝し、赤沢大卓に転居した。文化十二年六月二十四日、坂遊により、真実免許を与えられた。文政三年五月高等、文政四年十月二十六日兼業に上った。文政五年松代藩より二十人口を賜り、ため池藩邸に住んだ。文政五年七月、文政九年二月、徳川春沙田。 文政7年1月24日、徳川成友、10月24日、徳川成行を診療するなど、徳川も三夜からも信任を得た。文政12年岸村兼業が死去し、東道座坊主の地位を継いだ。天保2年12月1日、徳川家成、徳川家吉に、おまみし、天保3年9月14日奥石並大奥御用、二十二部地。 天保4年6月27日盾脇を許され、12月23日林米100票。天保4年、松浦生産を治療し、半急を課し、天保5年等を課しされた。天保6年6月25日、江戸の県業の上座につくことを認められたく天保7年2月23日火事に、愛、谷町南部坂松代半中屋敷に加入し、 11月11日退宅に戻った。天保8年11月28日、赤坂新町1丁目に220坪余りの町屋敷を配慮し、町会所、商店、長屋として貸し付けた。天保7年11月19日翌医師、40人ぶち。天保10年9月18日、徳川家成の類中部にかかったため、16日間詰め切れで治療して、 効果を上げ、12月18日方言に助せられた。天保11年8月21日にも主義のため、再び止まり版で治療にあたり、9月16日に100票。しかし、天保12年1月7日用体が急変し、自身も病気となって療養中、死去した。天保12年2月22日本丸ご医師、9月16日あたり動座を離れてよりや医師となり、 吉原玄道と名乗った。天保十五年坂有元より九号を与えられ、玄道と解消した、安政四年五月体調が悪化し、十一月五日、死去、二十九日、茂子村上園寺に葬られた。天保九年、村上行部作儀像で、木曽義久が、上野国箱田村木曽三柱神社に奉納した。平成十七年十月一日北立花村、 指定重要文化財、朝日将軍基礎原稿遺跡の石踏み、ありがとうございます。